はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回は下方を叩きながら、同時に足でタンバリンを鳴らしたいという方、そういうプレイスタイルをしたい方向けの動画です。で、足でタンバリンを鳴らすときに、どういったタンバリンがいいのかっていうのをですね、いろいろ比較していきたいと思います。それで今回紹介するやり方っていうのは、本当にこのタンバリンをただ床に置いて、足で、トントンと踏んで鳴らしてあげるやり方になります。で、タンバリンをですね、キックペダルとアタッチメントで、まあ、つけて、ビーターで鳴らす方法ももちろんありますし、あとはですね、なんかハイハットスタンドに、まあ、タンバリンをつけて踏んで鳴らすっていう方法もあると思うんですけども、まあどっちもですね、結構セッティングが手間だったり、まあ場所を取ったりですね、ちょっと下方に対してトゥーマッチな感じがあるんですね。で、下方の魅力っていうのはそのシンプルさだと思いますので、今回は本当に下方本体とタンバリン本体さえあればできるっていうやり方でやっていきたいと思います。で、この普通のフル用のタンバリンを足で踏んだ時にどういう鳴り方をするのか、どういう踏み心地なのかっていうのはですね、実際やってみないとわかんないと思うんですね。で、お店で、すいません、タンバリン踏ませてくださいって言っても、多分踏ませてくれないと思いますので、代わりに今回僕が、まあ、やりまして、まあ、簡単なレビューなんかもしていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、では早速やっていきたいと思います。タンバリンをですね、足で踏むときは、まあ、こういうふうにですね、普通に床に置いて、トントンと、まあ、踏めばいいんですけれども、床の材質によっては、こう、タンバリンがスーッと、滑ってしまいますので、その時は何か滑り止めの、ゴムなどを敷いてあげると良いでしょう。で、もう一つですね、このタンバリンを、こういうふうに、下本の足にちょっと引っ掛けるような形で置いてあげて、かかとで、踏む奏法もあります。僕が昨日あげたですね、ゴーマニの、演奏動画なんかはこういうふうに踏んでるんですけれども、これっていうのは結構難しいのとですね、こう、挟むのに、できるタンバリンとできないタンバリンがありますので、まあ、今回は普通に、こういうふうに床に置いて、足で踏むという形にしたいと思います。で、踏み方のコツとしてはですね、こう思いっきり踏むと、こうタンバリングラグラ動いちゃいますので、本当に足の先の方だけを持ち上げて落とす。まあ、こんな感じで軽く踏むといいと思います。ではまずは LP の大定番、サイクロプスタンバリンのスティールですね。ザ・スタンダード定番の音っていう感じですね。ジングル結構熱いんで、安っぽい感じがしなくていいと思います。ただこのですね、タンバリンの幅が結構厚いんで、足で踏むときですね、グイッと、この足を上げなくてはいけないので、これは結構慣れが必要かもしれません。まあ音としては全く問題ない。どんなジャンルにもそつなく合うタンバリンだと思います。はい、では次、同じ LP のブラスのタンバリンでやってみましょう。かなり繊細でおしゃれな音ですよね。ただこういう音色っていうのは、例えばライブハウスとか、ちょっと大きい会場になると抜けにくい音でもあるんですね。なので、この金属音があんまり主張しすぎない方がいいとか、さりげなくなってて、なんかいい感じになっててほしいという場合にはなかなかいいんじゃないかと思います。で、さらにこだわりたい人は、まあ、さっきのとですね、キャラクターが違うのを、2種類持っていって、曲によって使い分けるというのもいいんじゃないかと思います。では続きまして、マイネルのアルミのタンバリンです。
はい、アルミなんでかなり音量が落ちますね。あと音の長さも短めです。で、音色がかなり特徴的なんですけれども、ハイハットを踏んでチッチッチッって、鳴らした時の音に結構近いかなと思いますので、まあ、ハイハット代わりに、使えるんじゃないかと思います。なんかジャズっぽい曲とかですね。で、あんまりこの音がチャッて長くない方がいい、短い方がいいという場合にはいいと思います。では続いてマイネルのブラスのタンバリンでやってみます。スチールとかアルミのタンバリンに比べるとかなり音がリッチだと思います。で、音の長さも結構長めですね。なので、テンポが速い曲とかですね、まあ踏みたい時はかなりこの足のコントロールというのが求められると思います。まあこの音色的にはバラードとか、なんかキラキラしたポップスとかすごくハマると思います。ちなみに1個前のアルミもこのブラスもですね、マイネルさんはサイズ感がすごくちょうど良くて、かなり踏みやすいです。はい、続きましてパールのウルトラグリップタンバリンですね。ブラスのジングルです。これ叩くところがこうゴムになってるんで、これをこう床の面にしたら滑らなくていいんじゃないでしょうか。はい、これもブラスなんでかなり繊細でおしゃれな音ですね。で、音の長さが今までで一番長いです。ただこのウルトラグリップはですね、このジングルの遊びがこう調整できるので、音が長すぎるという場合はですね、これをこう締めて、短くすることもできますので、かなり使い勝手がいいんじゃないでしょうか。はい、一種類木のタンバリンでもやってみたいと思います。これは JPC のモンキータンバリンですね。ジングルはニクロンかな。はい、音の存在感はかなりいい感じですよね。ただこのボディが軽いので、こう踏んでるとですね、動いちゃって、かなり難しいです。あと木っていうのもあって、そんなに踏みたくないですよね。まあそれを言っちゃおしまいなんですけれども、まあ足で踏んだらなんか割れたり傷んだりしそうなので、個人的にはあんまりおすすめしません。はい、では最後に、キクタニのボディがスチールのタンバリンです。なんか量販店とかでですね、大体置いてる一番安いタンバリンだと思います。はい、意外とありの音色でしたね。まあボディがアルミなんでちょっと金属っぽい音がするんですけれども、まあバンドの中だったら多分そんなに気にならないと思います。ただちょっとやっぱ軽いのでですね、こう踏んでると動いてしまって若干の難しさはあります。けど、まあありっちゃありだと思います。はい、というわけで今回は足で踏むタンバリンの比較でした。いつも以上にですね、マニアックな内容でしたけども、いかがでしたでしょうか。動画に関する疑問、質問などありましたら、お気軽にコメントください。また、このタンバリンいいよっていうですね、なんかおすすめなどありましたら、合わせて教えていただけると幸いです。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの有益情報やレッスンなど配信してますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。